はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではラグランジュポイント、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、コーンエリアにある、ベースキャンプに行きまして、まあ、そこでね、いろいろこう話を聞いてきまして、まあ、その後にね、バイオの楽園の入り口の、まあ、状況とか、あとは図書館でね、ちょっとした情報収集をしたところで、まあ、終了したわけなんですけれども、まず実況外でね、ランクを上げまして、ジン・アストロ・デニスがランク50、で、リタがランク51までね、上がってますね。で、あと装備品なんですけれども、全員ね、ランク5の武器を装備させてあるんですけれども、ジンがこのメタルブーメランですね。で、アストロがウイルス砲、デニスがフリーズ砲ですね。で、最後リタさんが白熱拳を、まあ、装備させてあるんですけれども、まあ、全員ね、あの1対1の武器を、まあ、作ってね、装備させたんですけれども、またね、あの例によってエクセルでいろいろ打ち込んでね、あの何と何が合わさると何ができるみたいなのをね、まあいろいろ入力しながらね、まあ、試行錯誤して、まあ、ようやくねこさえたわけなんですけれども、まあこんな感じでね、ランクと、まあ、装備品が、まあ、充実させてあるという状況ですね。それで今回はですね、ベスター2ですね、まあ、そっちの方に向かってみたいと思います。まあ、単純にクリアするだけであれば、まあ、ベスター2は別に行く必要はないとは思うんですけれども、まあ、ベスター2でね、まあ、あるアイテムを、まあ、取ってこようかなと思ってるんですけれど、まあ、そのアイテムがね、あるとないとでは、まあ、今後の、まあ、クリアの難易度がね、大きく多分変わってくると思いますので、まあ、とりあえずランド2に着きましたと。ライセンスカードを見せてください。ドアロックを解除します。これで右側のドアが開いたのかな。あ、人がいますね。私は香り、バイオ軍はここにも来たのよ。私たち隠れていたの。敵はこのベスタの奥の部屋にハイドロウィングを置いていったわ。あなた取りに行くつもりなの？そうなんですよね。宇宙服と酸素ボンベを持っているならそのドアを開けるわよ。酸素ボンベは空になったら使えないわ。また新しいのが必要よと。なるほど、ありがとうございます。こっちの人は、私はマリ。ランド2からみんなと逃げてきたの。でもここにもバイオ軍が来たのよ。あ、そうですか。この先のドアからベスタの中に入っていった人はまだ一人も戻ってこないわ。私の恋人のユンもまだ戻ってこないのよ。しくしく。あ、彼氏が行方不明なんですね。じゃあベスタ2行きましょうか。まあ、この一見無限ループしてるように見える部屋なんですけれども、まあ、これもねちょっとしたまあ意味があるんですが、ベスタ2、ですね、ちょっと実況外で、まあ、軽くねロケハンを実はしてあります。ちょっとねここは迷いやすいので、うん、実況外ね、どの道を通って、まあ、先に進むっていうのをねちょっと、実はロケハンをしました。多分一回迷い出したらね相当時間がかかっちゃうと思うんで、まあ初見プレイじゃないんでね、まあ、そういうプレイもありかなと思います。リタははぐれてしまったということで、リタさん行方不明になっちゃいましたね。でこっからは3人旅ですね。まあ男3人の旅が始まるわけなんですが、ここは3つ並んだドアの一番奥、あ、先頭で、まあいろいろこうアイテムというかね、まあコンテナがあるんですけれども、まあ取れるものだけね、まあ拾っておこうかなと思います。
まあ、特にこのゲームはあの宝箱の中にこう強いねあの武器があったりするわけではないので、まあ、多分回復アイテムとか、まあ、バッテリーとかねそこら辺だと思いますので、まあ、道すがらね取れるものだけ取ってこようかなと思います。このドアに入ると、ここは大丈夫かな。これでこっちの長い通路かな、まあ、軽くねロケハンしただけなんで、また迷っちゃったりしたらちょっとね申し訳ないなとは思いますが、結構ね道が複雑なんですよね。うん、やっぱり3人だとちょっと戦力不足かな。敵は相変わらずねいっぱい出てきますからね。まあ、ここはねあの無重力地帯なんで、まあ、方向キーをね1回押せば、まあ、その方向に進んでくれるんで、まあ、結構ね楽といえば楽なんですが、でなんだこいつはメガトンムキムキですね。あ、援軍誰が来るんだ。うわ増えた。腕だけ異常になんか発達してますね。やぶき強いな。お、セラミボディ、まあいらないかな。売ってお金にするぐらいでしょうかね。あ、あのコンテナはついでに取っちゃいましょうか。またメガトンですね。お、クリティカル、まあ、クリティカル出なくても一撃でいけますからね。あ、また援軍、援軍が来るとやっぱりそれだけねあのバッテリーを消費することになるので、なるべく呼んでは欲しくないですが。お、またセラミボディですね。で、これはなんだ？あ、行き過ぎた。止まれないんですよね、急に。うわ、いっぱいいるな。まあ、とりあえず、ジンとアストロは攻撃して、デニスは決め技使っちゃいましょうか。あ、でもちょっと残っちゃうのか。まあ、しょうがない。これだと3人がかりで攻撃すれば OK かな。あ、ヒットポイント回復。めんどくさいですね。あんまりクラッシャーの意味なかったですね。よし。カロリー2000。うん、寄り道して取った甲斐はなかったかな。クリーク、こいつも仲間を呼ぶのかな。大丈夫そうかな。そしたら一番奥まで行って、あとは道なりかな。わまたいっぱいいますね。まあ、こういう時にねやっぱり複数攻撃できる武器が一つでもあるとね、まあ結構楽なんですが、まあしょうがないですね。まあ作っちゃったんでね、うん、まあ1対1の武器でも十分ね戦っていけると思いますので、これでいけるかな。上がって下がって、あの扉かな。うわ、なんか敵がいっぱいいますね。こっちは一人少ないんでね、なるべく複数の敵とは遭遇したくないんですが、まあ、ダメージ自体はねそんなに大したことはなさそうなんで、まあ楽といえば楽ですが、それよりもバッテリーが気になります。
ここかな。また通路ですね。アストロははぐれてしまった。ついにね、2人になっちゃいましたね。まあ、ずいぶん前というか、かなり初期状態のね、パーティー構成ですよね、ジンとデニス。ここまで来たら、あとは一本道かな？あ、そうでもないか。2対3。かなり不利ですね。これで倒せるでしょう。よし。戦闘が多いですね。まあ2人で、あ、スピードアップ。まあその前に倒しちゃえば OK。 こっちの通路かな、通路というか道かな。クリークいっぱいいますね。ダメージは70。よし、まあ、経験値もそんなに高くはないですね。でここかな。デニスははぐれてしまった。ついにね、一人ぼっちになっちゃいましたね。でこの H 型の部屋の右上ですね。ここまで来ればもうちょいかな。1対3、かなり不利です。まあ、敵自体はまあ弱いというか、まあ、こっちのランクが高いせいもあるんでしょうけれども、まあ、比較的ね、楽には進めてますね。でバッテリーの残りが444。長い通路ですね。1体だけならばサクッといけるはず。このドアでいいのかな。あ、着きましたね。パスカードを見せてください。はい。あ、セーブだけ、回復はできませんと。それでこのコンテナかな。ハイドロウィングを手に入れた後、まあ、これはね、まあ、サテライトベースで、まあ、随分前に情報を聞いた通りなんですけれども、まあ、1回行ったね、町に、まあ、行けるアイテムなんですけれども、高速移動メカ、ここでは使えませんと。まあ、フィールドじゃないとね、まあ、使えないという感じですね。でこの無線機は、僕の名はユン、ランド2から逃げてきた市民だ。だがここも安全ではないようだ。武器や食料を求めてここまで来たが、もう酸素すらない。敵のハイドロウィングを奪った。後から来た者が使ってくれ。僕はここで息絶えるだろう。ごめんねマリ、さようなら。ああ、ユン、すでに亡くなっていましたね。これを彼女に伝えるのはちょっと辛いですが、まあ、とりあえずね、まあ、例によってね、帰らなくちゃいけないんですよね。まあ、この仕様が、まあ、ちょっとね、このゲームの難点といえば難点ですね。一回行ったダンジョンからすぐにね、外に出られるアイテムとかがあればね、ちょっとは楽だったんですが、まあ、そんなことを今更言ってもしょうがないので、帰りましょう。こっちかな。
まあ、取り忘れのアイテムとかもね、いっぱいあると思いますが、まあいいかな。バッテリーが今約4000。わ、いっぱいいますね。あ、とりあえずこのメガトンからかな。うん、メガトンの方が攻撃痛いですね。こっちのちっこいロボットはそんなにね、強くなさそうなんで、ほっといてもいいでしょう。うん、仲間も呼ばないと。だいたいバッテリー残量が残り半分ですね。そしたら、まあ、とりあえずあの扉に入って、ん、またクリーク。まあ今メラメラ状態なんで、多分ヒットポイントとかもね、自動で回復してると思うんですよね。また通路か。また通路というか、まあ来るときにね、通った道なんですが、バッテリー3000。こっちのアイテム取っちゃいましょうか。ここにね、バッテリーが置いてあるんで。ちなみに1回攻撃するといくら消費するんでしょうかね。160。なるほど、結構消費しちゃいますね。よし、あ、行き過ぎた。バッテリーパック3000。3000ならばもう今使っちゃった方が早いか。3000をジーンに使うと。まあバッテリーパック6000あるんでね、まあそれで回復してもいいんですけれど、うん、まあこれで多分ベスタ2の街というか、さっきね、あの女の子が2人いたところまでは帰れると思うんですけれど、ここは下って登って下る感じかな。いや、敵が多いな。ランク5の複数攻撃の武器ならばこの辺の敵は倒せるのかな。まあやっぱり1対1の武器の方がね、攻撃力が高いので、ついね、あの1対1の武器を、まあ、装備しちゃうんですけれども、まあいいか1対1ならばね、絶対に負けないですね。お、セラミボディいっぱいありますね。そしたらメラメラしましょうか。これで多分戦闘中にね、また自動回復、あ、こっちじゃない、自動回復とかしてくれると思うんですけれども、6700か。うん、6800まで増えてますもんね。うん、7000に戻ると。あそこにあるコンテナはもう取りましたよね。カロリー2000かな。残りバッテリーが約4000。なんとか帰れそうかな。まあ普通に戦っちゃった方が早いか。
確か今持ってる決め技も1対1ですよね。うん、普通に武器で殴った方が早いな。よし、このドアかな。バッテリー3500か、持つかな、まあ、来るときはね仲間がいたんで一人当たりのねバッテリーの消費はもちろん少なくて済んだんですけれども、一人だとやっぱり消費が激しいですよね。ここは、あ、これで帰ってきたのか。3つのドアの一番奥と、まあ、間違ったねあの通路に行くと、まあ単純に行き止まりだったりするんで、うん、まあ正解ルートを先にロケハンしといて正解だったかな。ここは普通に行って帰ってくるだけでももう20分ぐらい経ってますもんね。まっすぐの通路か。これで帰ってきたかな。で、こっちのドアですね。あ、入れない。もうちょいで帰れるんですが。よし。うん、バッテリーも持ちましたね。酸素ボンベは空になった。まあ、オゾンシティに行けばね、いくらでも補充はできるんで。で、ここでリタさんが待っていると。すみません、ジンさん。道に迷ってしまったので、ここで待っていました。ああ、そうですか。あんな一本道のね、通路で、なぜ迷ったのかはわかりませんが。あ、アストロ。助かった。置いていかれたかと思ったぜ。アストロは仲間に加わったと。で、最後、デニスかな。おい、ジン。どこ行ってたんだ？心配したぜ。こっちかね。まあ、心配しましたけどね。デニスは仲間に加わった後。まあ、これでね、4人パーティー復活なんですが、パーティーの構成がバラバラだな。まあ、サテライトベースで、うん、入れ替えはしましょうかね。やっぱり、あなたは戦士だわ。初めて見たときからそう思ったの。お願い、イシスを救って。了解です。で、ユンを待っていた彼女。ユンは必ず戻ってくるわ。私はここで待つわ、と。ユンね、もう、亡くなってましたね。残念。ということで、無事ハイドロウィングをゲットしましたので、まあ、とりあえずサテライトベースに戻って今回は終了しましょうか。まあ、さっきね、パーティーの、まあ、順番がね、バラバラになってましたけれども、まあ、実況外でね、ちょっと整えちゃおうかなと思います。あと、セラミボディとかね、なんかいくつか、ドロップでもらいましたけれども、それもね、まあ、実況外で売っちゃおうと思います。今回いくら稼いだんでしょうか。お、53,000。まあ実は前回ね、終わって実況外で、まあお金を貯めた時は100万コロンぐらいあったんですけれども、まあ武器を作るためにね、半分ぐらい減っちゃいましたね。まあ、とりあえずね、今回はこのサテライトベースで、まあセーブして終了しようと思います。セーブ。うん、OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。